はい、撮影を再開します。1階の探索終わったんで、次は2階に行きたいなと思うんですけど、なんか2階からね、音が聞こえるんだよね。人がいるのかなと思ってちょっとビビっちゃったんですけど、まあ風が強いんでね、ひょっとしたら、ほら、なんか聞こえる。扉が開いたり閉まったりそうとかするんだけど、いやー、だけど怖いんだな、こういうとこ行くの。誰かいたらね。まあとりあえず行きますけど、扉がね、開いたり閉まったりする音がする。うわ、なんか怖い、この絵も。2階はおそらくね、宴会場とかだと思うんだけどな。誰かいます？大丈夫？誰もいない？怖いんだけど。これ夜絶対来れねえわ。怖い、マジで。2階のロビーで、あ、やっぱ宴会場だね。ここエレベーター、今1階に止まってたけど、どうしよう、どっから回ろう。ああ、風通しいな。ああ、いい感じ、いい感じ。ほら、シャンデリアもあってさ。ここだから結婚式の会場だよね。で、ほら、結構立派な緞帳がまだ残ってる。もったいないな、これ落書きされてる。でもさ、なんか思うんだけど、やっぱりこういうちょっとね、芸術的な感じのするものにはみんなやっぱり遠慮してるのかな、他のとこに比べてね。他だともう外壁一面全部こんなんだけど、この緞帳はね、気持ち程度に落書きこういう風にあったり、あそこにあったりしてるだけだから、遠慮してんのかな、みんな。こういうのにはね、やっちゃいけないっていう。これさっきから何が落としてたんだろう。こんな、あ、そこの壁紙がめくれてる音か。はいはい。こっちも、あ、ちょっとまあこじんまりしたパーティールーム。あ、じゃなくて、ここ多分さ、写真、家族写真、集合写真を撮る場所だ、ここ、きっと。この段々がそうでしょ、きっと。ね。で、ここ多分現像室とかじゃない？きっと。違うかな？暗室ってやつ。昔のフィルムとかのね。あ、ちゃんと書いてるじゃん。現在地、ほらほらほら。ほら、現在地ここ写真室になってるね。さっきのが大宴会場で、鳳凰、高砂、羽衣、万葉、桃山、元禄、こういう風になってんだ、写真室だね。ビンゴビンゴ。だからここの段に、まあ真ん中に新郎新婦がいて、で、まあ親族、友人、あ、友人は入んないか、親族が並んで写真撮るんですね。まあ僕も結婚式の時に撮ったな。最近結婚式あげない若い夫婦もね、増えてるみたいで。おう、なんだこれ、すごいな、ブラウン管完全に破壊。まあでも写真室は写真室だね。落書きもすごいな。あはん。ちょっと待って、ここ新聞が落ちてんだけど、これはいつの？産経新聞。平成8年。平成8年までここやってたのか、もしくは誰かが持ってきたか、どっちかだとは思うけどね。
ということはこっちにも、あーすごいな、なんか書類がたくさん、年賀状とかがあるね。ここで結婚式挙げた人がお礼に、ここは多分ね雰囲気的に新郎もしくは新婦の親族の控え室じゃないかな。そんな感じがする。ソファーもあるしね。だから結婚式場の準備が整うまで待機する部屋かな。そんな感じです。ここ狭いもんね。だってここで結婚式あげないと思うんだけど。あーでもこじんまりとした結婚式だとこのぐらいでもやるのかな。書類がいっぱいあるよ。まあこれはそうだね、平成4年の年賀状だから、まあ平成4年までは最低やってたんだろうし、さっき何年だったっけな。何これ、人事関係、うわ名前がすげえ、人事の児童手当現況届とかあるけど、いやで懐かしいな、ネガとかね。これ何が写ってんだろうね。年賀状、何気にさこれきっちり調べたら結構やばい書類落ちてそうだね。納品書とか人事関係のもんもあったから多分いろいろあると思うよ。雇用保険関係綴りとかあるし、そこにほらねえ、多分ここに肝試しで来る人ってこんなの見たりしないんだろうねきっとね。これ見ちゃうけど、これがどこの写真ねえ、どっかの神社お寺かな。なんかいろいろ写真あるね。これは当時のかな、当時のここの写真、ひょっとしてこんなとこあったっけ。でもこれ多分どっかだろうねきっと。すごいな、ここフィルムのネガも落ちてるし、年賀状書類すごいな。うわーここもなんだこれ、機械室だけど、いやー書類が、生産書なんか放り込まれてるって感じがするね。給料明細、会計伝票とかもある。はあ、何の機械だろうこれ。あー冷却水とか書いてあるけど、こっちは、浴衣の帯、うわなんか迷宮だねここ。あここ広い、何の部屋、いや広いなここ。うわなんかここすげえな、ここ消火器撒いたね誰か、ここ真っ白だもんねえ。いやあ、ここ大宴会場って感じ、めっちゃ広いここ。うわここめっちゃ広い、へえ、ここが一番広いかな今まで見た中では。ここはトイレかな。ここでもまあ確かに室内だからあれだけど、まあトイレだね。ジェントルマン、そうだね、レディース。昼間でも暗いな、ここ周りさ、まあ正面は比較的車の通りの多い道で囲まれてるけど、もう建物の後ろと横はね緑に囲まれてるとこなんで暗いここね。
あでもすごいな、これ畳だけど、これ大丈夫、抜けない怖いな、もう。いやでも立派な宴会場だねこれ。畳何畳分だろうこれ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11×の1,2,3,4,5,6,7,8 88畳プラスのここ横にだから90畳ぐらいの、もっとあるか、100畳ぐらいのすごい広い宴会場スペースですよここ。もったいないね。流行ったんじゃないかな、でもここ意外と当時は。どうだろう、ねえ。いやもうこれ上全部剥がされちゃって、配線泥棒もいい仕事してるねこれ。ここは倉庫か、うん、椅子とか畳が置いてある。これは予備の畳かな。すごいね。だけどこれだけの施設をさ、これやっぱり倒産しちゃったんでしょこれきっとね。え、あ落書きすげえ。こっちは吉野飛鳥ん、これは何、吉野飛鳥。あドレッサーがあるから、ここはお色直しの部屋かな、新郎新婦の。そんな気がする。だからお色直し、衣装替えするときに新郎と新婦部屋別々でここをねブラインドで仕切って、で着替えてお化粧し直して髪セットし直して、またこちらのステージに上がるということかな。ねえ、へえ、まあ至って普通の結婚式場だけどねえ、まあこうなった以上は多分倒産したってことでしょ。まあ畳の下はコンクリートだから大丈夫ね。いやもったいないね、広いし。これほらで今このどんちょ上がってるけど上に、これ多分このどんちょ無傷で残ってると思う、落書きもなく。こういうのって一種の芸術だと思うんで、なんとか再利用の道ってないもんですかね。ねえ、いや広いな、こんな感じだっけ。もう結婚してから20年ぐらいになるから、どんな感じだったか忘れちゃったな俺自分の。裏はこんな感じ。まあ自然が多くていいと思うんだけど、なんだこれ、5連発花火、ベニライマルヒフティキャノン爆竹みたいなやつかな。そうか、夜ここでパン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 やるんだみんな。ここが司会の席だね。司会者がここ控え室で、なるほどね。音響の、音響とか照明の全てを管理するコントロールパネルみたいな感じかなこれ。ここで結婚式挙げた人ってトータル何組ぐらいいるんだろうね。でもさ、この状態で残ってるのは嬉しい。あの前京都の下鴨茶寮行った時、僕が行った時はねもうぼやがあって火事で全焼して焼けた後だったので、もうあの殺風景なコンクリート壁がねむき出しの、無機質な部屋だったんですけど、その宇治茶寮の昔の写真を見たらやっぱりこんな感じでしたもんね。畳敷きで、でこのステージがあって、
で残留物があって、だから下鴨茶寮でこういったね結婚式場の雰囲気を味わえなかったので、ここはこれはこれでちょっと嬉しいかなって思います。はい、うん、これそうだね、あのライトに当てて光を色付けするやつだ。うん、ここぼやとか起きなきゃいいけど、花火とかこれやるやついたら燃えるよねきっとね。うん、結婚式場の名残だね。寿って書いてる。向こうから来たから防火扉が半分閉まってるけど、こっちは厨房の上あたりだからこっちは配膳室とかになるかな、きっとそんな感じ。ここは倉庫ね。あー、エレクトーンもある。最近廃墟でさ、エレクトーンとかピアノに遭遇する率高え高え。うん、いやーね、ほらほら、いやーすごいな、ここも安土。ここどういう部屋？そんなに広くはない。金庫がある。そして金庫があって、そんなに広くない。これ何の部屋だろうね。ここで結婚式はしないと思うけど、披露宴はあげないと思うんだけど、結納とかかな。ねえ、真ん中になんかテーブル置いて、両家のご両親と新郎新婦が指輪の交換みたいなね。指輪じゃないな、なんだろう、結納って、そうだ、結婚指輪を旦那さんが奥さんに送って、そうだね、結納とかをする部屋だったのかな。あ、でも建具とかもまだ全然いけるよねこれ。なんか重要そうな書類が転がってますよ。ほら、あ、ほら、結婚式のさ細かい内容が全部書いてある。いやー、これやばいだろう。引き出物とか、うわ、こっと細かに売借人の名前から住所から金額、すごいなこれ。え、ってことはだよ、うわー、これはダメだろう。うわ、すーげー細かく残ってる。いやー、これはまずいでしょう、こんなの置いてたら。これひょっとしたらさ、僕のこの動画見てる人、中にはここで結婚式挙げた人いて、この中に名前載ってる人いるんじゃないのこれ。いや、これやばいだろう、こんなの。廊下に落ちてんだけど、これ。ねえ、ちょっとこれ、まずいと思うから、これこうしてどっかその辺に置いときます。なんかね、うん、あんまりよろしくないこんなものは。いやー、ここもそうだね、こじんまりとした部屋。あそこちょっと床が沈んでるからここ危ないわ。あ、でこれで仕切れるようになってんだ。あ、じゃあこの仕切り取っちゃったら、まあまあ広い部屋になるから結婚式できるかなここで。うん、なんかアニメのキャラクターがそこ転がってんだけど、いや、いい部屋だけどな、雰囲気、和室でね、純和風でね。あ、これ宴会の時に料理が並ぶテーブルだ、足が折りたためるやつ。うん、こっちは配膳室かな。じゃあ、ここなんか下に行く階段があるんだけど、うん、こっちは倉庫だね。これ階段が朽ちてるからこういう風にさ
テーブルを渡して渡れるようにしたの？これ。行くけど、とりあえず。いや、すごいな。まあ、でも倉庫だね、ここはね。倉庫倉庫。食器とかグラスとかとっくりとかそういうのが並んでます。これさ、ひょっとしたら、あ、でもそうか、ここ2階だから一応1階に降りるだけの階段か、これ。そうするとね、この地下室、地下室なんか部屋みたいなのがあったけど、あそこの従業員の部屋かな。後で見に行ってみよう。すごいね、だけど。あ、ここのコースターがある。グラス用の。ほら、ちょっと見えないな。光が強すぎて。ほら。ね、ここの名前が入ってる。上から覗いた感じね。受付の裏のこの竹林、ここまた夜人来るんだろうな。ほら、落書き用のスプレーの空き缶か、これ。あそこほらエレベーター開いてるけど、こんなん絶対乗っちゃダメですよ。めっちゃ危ない、これ。生きて帰ってこれないかもしれないから。